はい、こんにちは、大岡裕介です。今回は Adobe Premiere Pro で誰でも簡単にできるカラーグレーディングのやり方についてご説明したいと思います。皆さんね、カラー補正については聞いたことがあると思うんですけど、今回ね、僕のチュートリアルで初めてカラーグレーディングについて解説していこうと思うんですけど、以前の僕のチュートリアルの動画では、ラットの使い方についてねご説明したと思うんですよね。カラーグレーディングをすごく細かくやるためにはログ撮影というものが必要なんですよね。でログ撮影って何かって言いますと、色をフラットな状態で撮る、色味とか何も入ってない状態のことですね。基本的に僕たちが iPhone とか一眼レフでスタンダードで撮ってるっていうものはカメラが自動的に人間の視覚に近い色味を勝手に設定しちゃってるので、まあ本当に髪の毛でいうとそのもう黒染めされちゃってる状態に自分の好きな色を入れても全然色が入りにくいと思うんですよね。なのでログ撮影って言われる、髪の毛で言えばブリーチされてる状態だと自分の好きな色が入れると思うので、自分のカラーをクリエイティブに演出したい方っていうのはまずログ撮影で撮影してみてください。今回ね、僕が以前チュートリアルで撮影したログ素材を使って、今回は簡単にね誰にでもできるカラーグレーディングっていうものをご説明したいと思います。僕もよくイベントとかセミナーとかで言うんですけど、まあ2年半前に僕が映像を始めた時に何を一番アドバイスするかって言われたら、やっぱりカラーグレーディングを、まあ、勉強しろっていうことをやっぱりお伝えしたくて、まあ、有名なクリエイターさんとかいろんな人をやっぱり参考にしている方が多いと思うんですよね。なのでカメラアングルだったりとかトランジションとかはやっぱりそういったクリエイターさんに近いものはできるんだけども、色味とかを真似する人ってそんな多くはないので、一番最初の段階で、まあ、最低限の知識っていうものを学んでおくと、今後の映像演出の幅もすごく関わってくると思うので、ぜひ参考にしてみてください。じゃあ早速編集画面にて、やっていこうと思います。で今ねこのログ撮影、まあ、僕がいるこの素材だけちょっとグレーディングしようかな。ここの色味を調整します。でスタンダードの色味と違うと思うんですけど、もちろん色味とかサイドとかいろんなものを抜いているログ素材の状態でカラーグレーディングしたいと思います。でルメトリカラーっていうものを出します。これねパネルが出てない方いると思うんですけど、そういう方は上のウィンドウからルメトリカラーを出していただければ、こちらに右側にね出てくると思います。で一つずつ簡単にご説明しますと、今回ねコンセプトがあまりその映像だったりとかカラーについて知らない方がシネマティックにね簡易的にカラーグレーディングをする方法についてご説明するので、必要じゃないなっていう要素は割愛させていただきます。まあ一応こんな感じで映像が並べられていまして、で基本補正まず最初に、でもちろんこれいじられたら分かると思うんですけど、色温度こちら左に振れば青色になって、右側に振ればオレンジ色になります。色かぶり補正っていうのはこちら左に振れば緑色、右側は紫ピンクっていう感じになっております。でこちら露光量って何かっていうと、単純にクリップの明るさを調整するものになります。クリップをちょっと暗く撮りすぎたなと思う方はここを最初に明るく、まあ、適度に調整していただいて、ここからどんどん下に上から順に調整していくのが一番いいかなと思っております。コントラストの調整は主にビデオのミッドトーンに影響してくるものとなっておりまして、コントラストを上げると中間から暗い領域がより暗くなったりとか、そういった効果をなします。なのでもう少し映像をキリッとね表現したいという方は、このコントラストを上げてみると一気にその暗い部分が調整されたりとか、コントラストを下げると中間よりも明るい部分が明るくなるので、そういったちょっとシーンにね緩急をつけたい方はこのコントラストをいじってみてください。コントラストってこういった感じですかね。もちろん左に下げると淡くなるし、右側にやるとキュッと黒が引き締まるイメージねがコントラストになっております。でハイライトっていうものは明るい部分を調整します。なので暗い部分はあまりいじらずに、こちらの白背景ですね、白背景の部分を明るくします、調整する感じ。はい、次シャドウ、これはハイライトの真逆で暗い部分を調整するもの。なのでさすがにこの影の部分がちょっと暗すぎたなっていう方はこのシャドウを調整してみてください。でよくこのカラーグレーディングされてる方でハイライトとシャドウは分かるけど白レベルと黒レベルの違いがよく分からないっていう方いると思うんですね。で厳密に言うと白レベルっていうものはこの調整するとハイライトで調整した白を
より純粋な白に近づける目的となっております。黒レベルも同じ、黒い部分をより純粋な黒に近づけるために調整するものとなっております。ハイライトを調整したならば白レベルも多少調整して、純粋な白に近づけるべきですし、黒レベルも同じとなっております。まあ、基本的にこれが基本補正ですね。でサイドは分かる方多いと思います。これを上にすると単純に色の鮮やかさが増えますよっていうこと、下げると鮮やかさがなくなります。でクリエイティブね、ここ結構多いのがルックっていうところで、デフォルトでもラットが入っております。でラットって何かっていうと、色味補正っていうのがもうまとまって簡易的にできるよってことですね。でこれ富士フィルム、富士のデフォルトのラットが入っております。これを今回は適用したいと思います。例えば自分が一番好きなね色味を、例えば僕の場合はちょっと青が好きなので、まあ、この感じします。 SL クリーンコダック S ソフトっていうものを適用しました。でこれだとまだやっぱり淡い部分が多かったりとか、明るい部分と暗い部分が引き締まっていないので、ちょっとそこら辺も調整していきたいと思います。なので一旦全体的にラットを当てて、僕がね、以前動画を出したラットもこういった感じで外部からラットを追加させていきます。今回はデフォルトのラットを使用しております。まず基本補正からもう少し青くしたい、僕は結構クールにするのが好きなので青くします。で明るさ、これは明るさは僕ちょうどいいなと思ってるのでこのままにしておきます。コントラストもう少し引き締めたいので 63.5% ぐらいね。でハイライト、ハイライトも少し下げます。明るすぎると、まあ、かっこいいんですけど、僕はなるべくちょうどいい形にしたいので明るすぎず適切な形ですね。シャドウ、シャドウは僕黒は引き締めたいので下げちゃいます。そうすることによって映像、黒い部分が引き締まって明るい部分が、多少明るくすると、ここのコントラストね、ここの差が分かりやすくなるので、ちょっと映像は引き締まった印象になります。白レベルも同じ、黒レベルも下げると、こういった感じで、サイドも少し上げたいと思います。これ上げすぎると肌の色がねちょっと鮮やかすぎてしまうので、少しだけ上げたいと思います。で見た時にもう少し青くしたいって方はここを調整すると。なので今現状こんな感じですかね。で次クリエイティブね、ここはあんまり僕いじらないんですけど、このフェードの部分を上げるとちょっとこういった感じで淡い印象になったりとか、このシャープを上に右側に上げるときめ細かくなって、左側にするとボケるっていうイメージで、自然なサイドは肌の色を統一したまま周りのサイドを上げるっていう役割ですね。なのでちょっとここを上げたりとか調整するといいと思います。ここはちょっともう少し難易度の高い色味補正になってくるので今回は割愛させていただきます。で流れとしては基本的にプレミアプロのデフォルトでカラーグレーディングするということは、まず基本補正を上から順に調整していく、自分の好きな色味ね。でこれカラーって一番、まあ、大変なポイントで、人間の目ってずっとこの色味を調整してると色がどんどん馴染んできちゃって、その主観で見ることができなくなってしまうんですよね。なので、カラーグレーディングを一回ある程度したなと思ったら一回目を休めて改めて色味とかを見る、もしくはこんな感じでこれを右側で見ながら比較して補正してみる。これで言えばちょっとハイライトは強くないですね。なので少しハイライト調整したりとか、あと暗い部分がしっかり暗いですね。でもうっすら見えてる感じなので潰しすぎず見えるような形っていう感じで、右側のリファレンス映像と比較しながらカラーグレーディングを調整するとより良い映像演出にもつながると思います。はい、こんな感じでカラーグレーディングね一通りご説明したと思うんですけど、カラーグレーディングをやる際にラットとかを当てるべきなのか当てるべきじゃないのかっていう話もあるんですけど、例えばログ撮影であれば、例えばソニーとかキヤノンのログによって全然特色が違いますし、それによって当てるラットっていうのも変わってくるんですけど、基本的にラットを強く当てすぎると色が潰れてしまう場合があるので、それは自分のログ撮影のスタイルと、ラットのね相性を確かめていただければなと思っております。このクリエイティブでラットの強さを調整することもできるので、それは自分で先ほどもお伝えしたリファレンス、参考にしている色味と自分が作っている色味を比較しながら調整していただければなと思っております。はい、で今これ簡単に誰にでもできるカラーグレーディングね、シネマティックにできるカラーグレーディングをお勧めしたんですけど、もう一歩ね
ランクアップしたカラーグレーディングを試したい方っていうのは Adobe Premiere Pro のプラグインとしてマジックビュレットのカラリスタだったりとか、これピーター・マッキーノンさんとかも、ね、使用しているプラグインなので、まあ、ぜひチェックしていただきたいのと、ダヴィンチリゾルブっていう、ね、アプリケーション、まあ、無料で使えるんですけど、あれのカラーグレーディングもかなり細かくできるので、ぜひそちらも挑戦していただければなと思っております。はい、そんな感じでカラーグレーディングのチュートリアルは以上となります。本日はどうもありがとうございました。